ペニーアーケードエキスポはゲームのイベントであり TRPG からコンピュータゲームまで様々なジャンルのゲームを扱うことで知られている。毎年シアトル・ボストン・フィラデルフィア・サン・アントニオそしてメルボルンで開かれている。もともと本イベントはコンピュータゲームを扱ったウェブコミックペニーアーケードの作者であるジェリー・ホルキンスとマイク。 クラフリクがゲームに特化したイベントをやりたいということで2004年に第1回目が開かれた。本イベントはファン向けのイベントという性格が強く、業界関係者による公開での講演やゲーム音楽関連のコンサート、ゲームに関するパネルディスカッション、代償様々なゲーム開発会社や販売会社による出展、ランパーティーを用いたゲーム大会が開かれるほか、そして、 無料私有コーナーが設けられている。また、本イベントでは、オミガさんという賞金制のゲーム大会も開かれており、オミガさんの決勝戦はその年の最終開催地にて、閉会式の一環として開かれている。これまでオミガさんの決勝戦で使われたゲームには、テトリス、ポン、ヘイローさん、スキーボールがある。パックス2006の会場である、メイデンバウー,ーセンターには、 多くの来場者が詰めかけた。第1回目は漫画ペニーアーケードのイベントとして2004年8月28日と29日の2日間に渡ってワシントン州ベルビューにあるメーデンバウアーセンターにて開かれ約3300人が来場した。以降、毎年8月に同じ会場で開かれるようになった。来場者は急増し、 2005年に開かれた第2回目は9000人を、2006年に開かれた第3回では19000人を突破した。パックス2009にて、際に応じるウィルウィトンイベントの規模が大きくなりすぎたことから、2007年には、メーデンバワーセンターの2倍の広さを持つ、ワシントン州会議場に場所を移して行われ、39000人の来場者が詰めかけた。 2008年には来場者が58,500人を記録し、翌年の2009年には67,50人を記録した。2010年3月26日から28日の3日間、マサチューセッツ州ボストンにあるハインズコンベンションセンターにてパックスが開催された。東海岸発のパックスとなる、このイベントには前年に ワシントンで開かれたパックス2009に匹敵する52,290人が来場した。以降、混乱を避けるため、ワシントン州で開かれるパックスは、パックスプライムという名称に変更された。2010年のパックスプライムでは初めて、場外イベントも開かれており、これらのイベントを合わせて67,600人が来場した。2011年には、 パックスプライムに先駆けて開発者向けイベントパックスデーブが開かれ750人が参加した。このイベントは開発者が自分たちのビジネス全体について気楽に話せるようにするために開かれたものであり、マスコミの入場は認められなかった。3月2回目となるパックスイーストがボストンコンベンションエキシビションセンターで開かれた。 パックスイースト20 2012年4月6日から8日には、パックスイースト2012が開催され、8月31日から、レーバーデーの週末にあたる同年9月2日には、パックスプライム2012が開催された。2013年3月22日から24日には、パックスイースト2013が開かれた。同年、パックス史上初となる、アメリカ国外を会場とした、 パックスオーストラリアがオーストラリアのメルボルンにあるメルボルンショーグラウンズにて開催された。同年8月30日から9月2日に開催されたパックスプライムは入場チケットが発売から6時間で売り切れる事態が発生した。ルビーで知られるルースター・ティースプロダクションメンバーによるパネルディスカッション。2013年のパックスプライムにて2012年初頭。 2023年までパックスイーストの本拠地としてボストンを使う契約が結ばれた。パックスサウス2015の来場者によるコスプレ2013年10月31日から11月2日までメルボルンコンベンションエキシビションセンターで開かれたパックスオーストラリアも同様に2019年まで本拠地をメルボルンとする契約が結ばれた。 2015年1月23日から25日には、テキサス州サンアントニオのヘンリー・ビーゴンズ・アレス・コンベンションセンターにて初めて、パックス・サウスが開かれ、来場者数が、他のパックスのイベントの初回来場者数を上回った。3月6日から8日には、ボストン・コンベンションエキシビションセンターにて、パックス・イースト2015が開催され、8月28日から31日には、 ワシントン集会議場にて、パックスプライムがメルボルンカップ期間中の10月30日から11月1日にはメルボルンコンベンションエキシビションセンターにて、パックスオーストラリアが開催された。その後、同年11月18日にパックスプライムは、パックスウエストに改名された。2016年1月29日から31日には、テキサス州サンアントニオの ヘンリー・ビーゴンザレスコンベンションセンターで、パックス・サウス2016が開催されたほか、4月22日から24日には、ボストンコンベンションエキシビションセンターにて、パックス・イースト2016が、9月2日から5日には、ワシントン州会議場にて、パックス・ウスト2016が、11月4日から6日には、メルボルンコンベンションエキシビションセンターにて、 パックス・オーストラリアが開催された。2017年1月27日から29日にテキサス州サンアントニオのヘンリー・ビーゴンズ・アレス・コンベンションセンターで開催されたパックス・サウス2017ではパックス・アンプラグドというアナログゲーム専門のイベントの開催が予告され、同年11月17日から19日にフィラデルフィアのペンシルバニアコンベンションセンターで開催された。 2017年3月10日から12日には、パックスイーストが、ボストンコンベンションエキシビションセンターにて開催され、同年8月29日と30日には、パックスデーブ2017が開催された。また、2017年10月27日から29日には、メルボルンコンベンションエキシビションセンターにて、パックスオーストラリアが開催された。 2018年1月12日から14日には、パックスサウス2018が開催された。パックスイースト2018は2018年4月5日から8日まで開かれ、パックス史上初となる4日連続の開催となった。パックスウエストも同様に2018年8月31日から9月3日までの4日にわたっての連続開催となった。2020年は、 新型コロナウイルス感染症の流行のためパックス、オーストラリアとパックスウエストが中止となり、代わりにパックスオンラインというオンラインイベントが9月12日から20日の9日間に開かれることが発表された。同イベントでは会場でのプレイアブル出展の代替として無料デモの配信が予定されている。ありがとうございます。